ちゃんラジオ。はい、エルちゃんラジオの時間です。死に代わってミリアルが担当します。最近私はラジオを聞くことが多くなりました。家にアレクサを設置してから、アレクサのできることの一つにラジコがありました。最初は適当に聞き流していたのですが、数日もすると面白くなってきました。特に楽しみにしているラジオ番組は、山崎怜奈の誰かに話したかったことです。乃木坂46の山崎怜奈ちゃんが MC です。もともと聞き流していたので、 MC が誰なのかも気にしていませんでした。毎日聞いていると、話し方や声が気になる人ができてきますよね。それが山崎怜奈ちゃんだったわけです。先日番組内で言われていたニュースに驚いたので、そちらを今回は話していきたいと思います。ペンギンに宇宙人の可能性が浮上。イギリスの研究によると、ペンギンの糞から金星の大気中にある化学物質と同じものが発見されたという。その物質ホスフィンが金星から3800万マイル約6100万キロメートルも離れた地球に存在する理由については説明できないものの、全通フォークランド諸島に生息する全通ペンギンがこの物質を生み出す過程について、彼らの生活スタイルから研究を進めていくという。ロンドンのインペリアルカレッジのデイブ・クレメンズ博士はこう話している。ホスフィンの発見が本当であることを確信しています。しかしその製作過程がわかりません。嫌気性バクテリアの中にはホスフィンを作るものもあります。競争関係にあるバクテリアに対する防御もしくはシグナルに関係している可能性があります。それらは池のヘドロ、アナグマの内臓、ペンギンの糞から見つかっています。ホスフィンは昨年地球と似た金星の大気ガスの層から発見され、話題となっていた。このニュースを見たネットの民は盛り上がっているみたいです。教授の言ってることの半分もわかりませんが、ペンギン宇宙人説は面白い話ですね。ロマンを感じます。一度でいいから宇宙人に会ってみたいです。それではまた次回をお会いいたしましょう。